この世とあの世の境界線の番人であり、万物の臨終の庇護者、死神。どうも悪役のイメージがある彼らですが、実はそんなことはない。彼らには彼らなりの苦労がいろいろ存在するのです。というわけで、今夜はそういうお話です。さあ、こちらへどうぞ。連続ラジオドラマ第2期天地無用第3話、お迎えのノルマ。まだ人間界は冷えるわね。そうね。キヨネ、もう帰ろうよ。こういう日はさ、あったかい地獄鍋つついて、熱燗キュキューって。何のんきなこと言ってんのよ。まだ魂一個も集めてないのよ。ノルマも果たせてないのに帰れるわけないでしょうが。でも。今月も業績ビリになって笑われたいの？地獄の黒星ペアとか。業績の超低空飛行とか、ありがたくもないあだ名を増やしたいわけ？だからさ、この死神の鎌でさ、道行く人の首をスパッスパーって。私たちの仕事は死んだ魂を集めることなの。切り殺しても荒れるわけないでしょ。何度も言わせないでよ。ごめんなさい。分かったら文句言わないで仕事する。いい？はーい。よーし、頑張るぞ。ご町内の皆様、毎度おなじみの死神コンビでございます。ご不要になられましたフル女房、ダメ亭主、病気持ちのペット、クソガキ、憎いアンチキショーなどございましたら、お気軽にお知らせください。ご町内の皆様、すいません、お騒がせしました。ね、どうしたのよキヨネ、せっかくみんな集まってきたのに。あんたって怖。はい、こちらキヨネ。あ、これはどうも。いえ、まだもう少し時間がかかるかと。はい、7時、いえ、6時くらいまでにはなんとか。はい、申し訳ありません。はい、では失礼します。こっちだって遊んでるわけじゃないのに。わあ、かわいい。ねえねえキヨネ、この子連れてこいよ。はあ？えい、魂のおっぽは除菌。バカ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 、やめ。なんでこんなにかわいいのに。ペット探してんじゃないのよ。好き嫌いで決めるんじゃない。じゃあ猫ちゃんは？ダメ。カナリアさん、よせ。デミチンちゃん、バカバカ。なんてことすんのよ。モルガイバイチョコ、なもん死ぬか。特別天然記念物、なんじゃい。ダキー、バカ。はい、こちらキヨネ。すいません、もう少しかかります。え、もう窓口が閉まる？すいません、今日足りない分は明日の朝一に回しますので。はい、朝9時。ええ、その時はこちらから電話を入れさせていただきますので。はい、申し訳ありません。はい、それじゃあ失礼します。はい、さあ急いで魂集めましょう。下手すると徹夜よ。はーい。あ、ダンプに引かれたネズミだ。結局この手のしか集められないのね、私たち。うわー、魂までぺっちゃんこだ。こんなのやだな。贅沢言わないでよ、頼むから。あー、見て見てキヨネ、あんなとこでヤクザが出入りやってるよ。いたいた。ちょっと見ほしい。やってるやってる、ケーキいいな。あんたね、いけいけ、ドスが。そこ、はじけはじけ、頑張れ。どっちもだんだん死ね。静かにしなさいっての。ヒロセのお嬢せいや、おぬれ小僧が。なんごわおわしは、こんなとこで死ぬんか。くそ、腹が熱い。ああ、なんか目の前に、べっぴんさんが二人も。
これがお迎えか。お待たせしました。愛と正義のモルダイバー参上。な、日本史だって、いっぺんやってみたかったんだもん。なんじゃお前ら。さあ、もう何も考えなくていいのよ。静かに目を閉じて。なんか気持ちよくなってきよった。お、あれは昔よう遊んだ裏山や。赤とんぼが飛んどるわ。ああ、おかんの作った里芋の味噌汁うまかったな。わしどこで道間違ったんやろな。ひろゆき、まさみ、お前らは親父みたいになるなよ。当たり前の幸せつかめや。そうそう、実は若頭が裏切ってたとか、奥さんがこっそり男引き込んだとか、息子が族入ったとか、娘が塾の教師にピーされたとか、全然気にしなくていいから。あんじゃとこら、どいつもこいつもわしをバカにしくさってからに、誰が成仏なんぞするか、クソ。うわぁ、生き返った。ゾンビだ。わしゃ死なんぞ、死んでたまるか。うわぁ、少々立て込んでまして、もう少し大きな声で。